なお最強素直になる方法とは、まず自分を一度ゼロにリセットしろ。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god, お前が神だす、 Oh my god。 よっぴーたかぴーよぴかたかぴろチャララン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 チャラ悟りマスター、こんな俺やけど悟りを広げて宇宙の真理を得た男でございますよちゅってね。じゃないのに真理ど真ん中のお前ごとチャンネル、今日もヒューイゴーいったったっていうことでね、始まりましたけどね、楽しいね、ウォー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 つってね、もう最近ワクワクが止まらないよっぴでございますから、今日もワクワク大全開でね、お前さんとの楽しい時間をお送りしていこうかなって思うんですけども、今日はですね、素直最強っていうテーマね、あのね、素直な人生が最強に楽しいよっていうことね、もう今の人生の100万倍楽しくなるよっつってね、何基準かわかんないけど100万倍っていう時はすげえことだって伝わるっしょね。で、実際にその素直に生きるにはどうぴたらいいのっていうこと、これ質問もよく受けるんですよね。素直って、私どれが自分の素直かわからないっつってね、もうわかんなくなっちゃったっつってね、そうやって悩みを持ってる人もね、なんか今ちょっと噛むっていうか、なんかちょっと言葉が止まったね、自然とね。そういう悩みを持ってる人とかもね、多くいらっしゃるんかなっていう感じですからね、今日は素直になるポーポーっていうのをお前さんにシェアしちゃうよっていう感じで、シェアしちゃうから、いったったっていう感じで聞いてもらえる？ね。で、この今回のね、動画を見ると、私、素直になるからっつって。絶対もう素直になるからって気持ち、これがもう本当にボン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 つってね、爆発するぐらいの大きさになっちゃうよつね、愛の爆弾もっとたくさんばんらまいてくれつってね、これはビーズの愛の爆弾って曲ね、そんな感じで今日も神回だかんねだかんね、最後まで噂走るよめつってね、もう最後まで噂走るよめってね、もうそのまま歌っちゃったよっていう感じでさ、素直になるポーポーっていうのを、今日は具体的にシェアしていこうかなって思うんですけども、これね、重要なポイントも必要不可欠必須ポイントってやつがありまくてね、それは何かと申しますと、ズバリ、言えやってね。言えやって感じでね、オープニングも言ったんだけども、自分自身を一旦ね、ゼロにリセットすることが必要だっぺっていうことね。これ、ゼロにリセットしないと、ね、質問してくれる人みたいに、どれが素直かわかんないよーつって、わーって苦しいってなっちゃうわけね。だから、一度、ゼロにするんですよ。ね。で、この一旦自分自身をゼロにするポーポーっていうのは、これまた一緒に言おうかみんなで。せーの、まんま、みや、まんま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 、みーよーつって、腹立つ顔だよー、変顔だよーってね、最近変顔やってなかったね。俺変顔結構得意なんです。ね、そんな感じで、それなの。それ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 、それなっていうことなのね。で、まんまみーや、プル、プル。やばいね、もう滑舌がね。マンマミーヤするっていうことは、どういうことなのかっていうと、ゼロ、フラット、ね。マンマ、ゼロの目から自分自身を見てあげたらいいよ、つってね。いいとか悪いとかじゃなくて、中立な視点から、マンママンマ見てあげるよ、つってね。で、よくね、マンマ見るって、その自分を客観的に俯瞰することですかって聞かれるんだけど、答えはブーということでね、俯瞰ではないブーということでね、ブーということで、ここはね、本当に間違いやすいんでね、俯瞰したらいいよってことじゃないんです。一つになればいいだけなんです。自分から逃げなければいいだけなんです。もう、そのまんま、逃げたいって気持ちになっちゃダメって意味じゃないんだよ。逃げたいっていう気持ちが湧き起こったんだったら、それと一つになって、否定しなければいいの。ね。もう、全肯定全受容。だから、全肯定全受容って言っちゃったら、ね、裏側の否定ね、否定するっていうことを否定しちゃいがちじゃないですか。だから言葉の中にこれ答えがないんですよ。ど真ん中のことなのね。で、真ん中のゼロの視点ね、まんまの視点、まんまの目から自分自身を見ていくことが、自分自身をゼロに一旦リセットすることにつながっていくから、ね。
そうなるといろんな思考が湧き起こってきてるんだなみたいな、で私この思考が出てきたらこんななんか意味付けをして、あこんなこと思っちゃいけないっていう習慣が持ってたんだなとかさ、あ思考で思考をどうにか清掃としてこんなことやってたんだなってことに気づいたりとか、でこの思考ってなんでこんなぐるぐるさせてんだろう、そんなことよりもっと自分を感じたらいいのにってことに気づいてってね、素直にあちっちゃい時にこういうことがあったからこんな感情になりたく なりたくないからこういう思考のね癖がついてったんだなとかさ、じゃあもうこのダイレクトにこの気持ちもういい味わってこうみたいな、抱きしめてあげようみたいなね、私にとって大切なこれも愛なんやって感じて抱きしめていくと、感情の奥にある体の感覚をキャッチできるようになりまくね。体の感覚っていうのが要するに素直な声なわけね。ヨッピーはね、今すごいわけですよ。あのすごいわけですよって自分で言っちゃってすごいんだけどもね、糖質制限してバイヤーなんですよね、昨日も結構な距離1万2000歩ぐらいね、いろんなとこに行ってちょっと行く予定があって歩いて、前は帰ってきたらヘトヘトなんですけどね、ヘトヘトになっちゃったんだけど、すごいでしょこれ、これね、これ昨日と今日と2本撮りしてるからさ、帰ってきてからこのテンションイエイイエイイエイって感じで全然疲れなくなってきちゃったの、やばいよね、やばいよね、ね、それだけなんかね、すごいなんかストレスがどん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 その溜め込まずにさ、自分の中でちゃんと感じて味わって消化できるようになってきてるから、今と一つになって呼吸がすげえ深いわけですよね。素直最強の人生っていうのを本当にお前さんにお届けしてシェアピタイっていう感じね。だから素直な自分と一つになるためにも一旦ゼロにリセットしてごらんせ、ゼロの目で見てごらんって、そうなってくると自分にとってね、不要だった思考っていうのがだんだんいらないってことに気づくからね、ジャンキーなんですよ。もう思考ジャンキーみたいな感じに人ってなってるから、そっから卒業まずできるし、ね、それと連動して体の声を聞くようにどん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 なっていくとね、体を大切にしよう、もっともっと体の感覚キャッチできるようにしていってあげようってなってね、まあ断食しろとかね、糖質制限しろって僕は言わないけども、僕は実践した結果見てこれね、45歳だよね、見えないよ確実にね、いろんなところで書類書いて45歳とか書くとこういうリアクション取られるよ。でもそれぐらい本当にどん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 元気になってきてるし、さらに素直な感覚がキャッチできるから、もう自分に嘘がつけないんですよね。体の声に嘘がつけないね。頭で一生懸命今まで制してたのが、もう頭はさ、もうこっちを主役として認め出してるから、それでもなんか思考はね、習慣でぐるぐる動いちゃうんだけども、もうこっちの方がすごい前面に出てきてるからさ、それがやっぱり素直な人生なわけですよね。だからお前さんもただ素直に生きていけばこんなに楽しいことはないよっつってね、全部感じていいんだよね。ネガティブなことだってさ、ね、ネガティブ感じたらまたそれが現実になっちゃうとかね、ならねえからならねえしっつってね、この声なんかこの声の感じ聞いてならねえしっつってねすごいよね、これ聞いて聞いてて注目させといて別に大したことじゃないっていうね、ならねえしっつってね、そんな感じでございます。だからゼピゼピね、素直最強ってね、言葉にこうなんていうの、答えを求めずにお前さんはね、本当にまんままんまを見てまんま見てさ、自分と一つになってあげてさ、その楽しいワクワクするっていう感覚から本当に純粋ピュアなさ、素直なお前のまま生きてごらんよっつってね、一緒に楽しもうよっていうことを今日はお伝えピタイなっていう感じでございますね。悲しみにさよなら、ララ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 、愛をみんなのために。お前ゴッドチャンネル登録カード入れ応えよろしくお願いしまーす。コメントに質問があったらどしどしカモンカモンということで、今日も可愛い子ドゥツ。夕飯待ちの猫たちですね。お姉ちゃんがくれないですね、ご飯をね。待ちぼうけの夜も姫たん、姫たん早く食べたいね。ね、最近待ちぼうけだね、ずっとね。姫たん、ある食べたいね、食べたいね、くれっつってね、早くちょうだいっつってね。ちょっくん
安定のね、お目々の周りが汚いっていうね。キレキレして本当に可愛い顔してんだから。ということで今日は汚いジョックの顔でお別れです。バイバーイ。